いやガチの何ですか、インド派の僕が超珍しく今日はねキャンプに来てます。本当はね早めに来て、家族と一緒に来る予定だったんですけども、ちょっと仕事の兼ね合いでね来るのが遅くなっちゃって、結局到着は夕方6時ですよ。まあ、今からね火起こしして今日は普通に家族でバーベキューしてね、つっても明日もまた自分仕事なんで朝6時半に一人ここを旅立つっていうちょっと悲しい感じなんですけど、まあしょうがないですね。てな感じで今からバーベキューの準備していきたいと思います。こんな感じでなんか結構有名なキャンプ場みたいでね、めちゃくちゃたくさん家族が、いろんな家族がいますね。これずっと先まで、キャンプ場とかコテージとかなってて、ここは普通になんかもう備え付けの三角テントに泊まるご家族だったりとか、うちの車これだからどれだろう、これかな、なんかちょっとちっちゃい感じするけど、まあ行ってみよう。何ハンモックに、ハンモックに隠れてるじゃん。だから父ちゃんが車持ってたもん。あ、そう。写真撮ってほしかったの。調子どう？いいよ。プール入ってきた。プールってね、そこの川だよ。だよね。それでね、ウォータースライダーにお金かかるんだって。はあ。だから明日行く。どうも奥さん。はい。よいしょ。準備の方は何も進んでない感じですね。ちゃんとできてない気がして、また待っちゃった。なんとか多分回し入るはずでしょ。そうですね、それができなくて、もしからなかった僕やっバーベキューのこの台からやるらしいではちょっと入っていきましょうか。お邪魔します。おお、いいね。あ、そういう感じね。小さい部屋は本当に2段ベッドがあって、外には窓があって、まあおしゃれっちゃおしゃれかな。さっき母ちゃんが僕が寝すぎるの。外にはこんな感じでシンクもついてていいね。アメリカンケビンっていうのはよくわかんないけど、それの横には川があってね、こんな感じでこの川でプール代わりになるんだよね。で、もうちょっとね、あっち側に、あっち側にはね、あれがある。ウォータースライダーがあったね。うん。明日やるんでしょ？うん。父ちゃんは帰るけど。じゃあね。はい、ありがとう。これを組み立てるんだよね。足。Thank you.
だいぶ日が出てきた。肉焼け始めました、ついに。あちあち。では、いただきます。あっち、最高です。めっちゃいい感じ。インドア派の僕がこんなことやってるの珍しいでしょ。インドアの俺がこんなことやってるの珍しい。インドアって何？家の中が好きってこと。なんで？え、外暑いじゃん。焼きおにぎりタイムが始まったぜ。どうですか奥さん、今日は楽しいですか？まあ 100% じゃないけど。なんで？あ、仕事の人がいるからでしょ。なんで切れてんの？やばい、火が嫁さんの心とともに火がバーニング。やって、ピースピース。肩にトンボ止まっとるやん。トンボかわからんやん。トンボも人慣れすんのな。ケジロが虫が好きだからわかるんだろうね。あれ触って。あれ首ちょこらなくなるの。よし、許せない。ねえ、すごい。おはようございます。朝6時です。楽しかったバーベキュータイムの終わり、さっさと寝てですね。今日はまた私仕事ですので、私だけ先にちょっと鹿児島の方の家の方に行って着替えて仕事の準備していきたいと思います。もうバーベキューのね、台なんかも片付けたんで、まだ子供たちが夢の中でございます。嫁さんは残念ながらまだ化粧してないので登場はしてませんけれども、一応チラッとかけて、ね、では鹿児島帰って仕事行っていきたいと思います。なんかもう一回来たいね。なんか大きなね、なんだろう、バンガローっていうの、コテージっていうの、そういうのもあったんで、そっちの方に次は泊まりたいと。ここなんかすごい狭かった。まあそれはそれでよかったんだけど、エアコンめっちゃ効くし、ではでは一旦鹿児島に帰ります。